ヤン・ホッサールト作、サルマキスとヘルマプロディートス、ボイマンス版米人間美術館所蔵。ヘルマプロディートスとは、ギリシア神話に登場する神である。ヘルメースを父に、アプロディーテを母に生まれたスコブル付きの美少年であったが、水浴びのさなかに乳イのサルマキスに交換され、文字通りに一つに合体して、両性具有者となった。ヘルマプロディートスの名は、両親にちなんでいるだけでなく、 美しい女体を持った美少年という意味も持つ。また、両性具有、私有動体を意味するヘルマプロダイトという語の語源でもある。日本語では長母音を省略してヘルマプロディトスとも表記される。バルトロメウススプランヘル、サルマキスとヘルマプロディートスモデナ大聖堂のロマネスク、彫刻ヘルマプロディートスの名は、父ヘルメイスと母、アプロディーテーの名に由来したものである。 この三者は皆性愛や法上を司る神々であり、明らかに性的な調子を帯びている。ヘルマプロディートスは時折、アプロディートスとも呼ばれる。妖物神プリアポスは一説には、ヘルメースのことされ、若き性愛の神エロースは、アプロディーテとアレースのことされるのが、一般的だが、父をヘルメースとする説もある。ヘルマプロディートスは、プルギアの生産である。 イデヤまでニュンペイによって育てられた。15歳の時、生まれ育った環境に退屈して、リュキアやカーリアなどを旅して回った。ハリカルナスソス近くのカーリアの森の泉で、ナーイアスのサルマキスと出会った。サルマキスはこの少年に対する情欲にとらわれ、彼を誘惑しようと試みたが、すげなく断られた。彼女が立ち去ったのを見たヘルマプロディートスは、服を脱いで、 誰もいなくなった泉へ入っていった。その時、木陰に隠れていたサルマキスが駆け出して泉に飛び込んだ。彼女は少年を抱きしめ、無理やりキスをしてその胸に触れた。彼は抵抗したが、彼女はどうか自分たちを離れ離れにしないでほしいと神々に訴えた。彼女の願いは聞き届けられ、二人の体は融合して一人の両性具有者となった。 周知と悲嘆に暮れたヘルマプロディートスは自分からも神に誓願を立て、この泉の水を浴びた者は皆自分と同じような体になってしまえと泉に呪いをかけたという。この美青年の神話をナルキッソスやヒュアキントス、ヒュメナヨスラのそれと比べて、こうした形式からして、この神話は明らかに古代のものではないとカールケレーニーは指摘している。ギリシア神話には他に両性具有の例はない。 予言者のテイレシアースが男として生きた後女に性転換されているが良性を同時に経験したわけではない。眠れるヘルマプロディートスヘルマプロディートスはしばしばギリシア彫刻に霊感を与えヘレニズム時代に制作されたうちの数体が保存されている。中でも最も有名な作品は別名眠れるヘルマプロディートスと呼ばれるボルゲーゼのヘルマプロディートスである。 その他に、ローマ国立博物館やルーブル美術館、リール美術館などにもレプリカが所蔵されている。眠れるヘルマプロディートス古典文学では、オビディウスの変身物語第4巻に登場するのが唯一である。アルジャーノン・スウィンバーンの詩、ハーマフロダイタスにはフランス語で、ルーブル美術館にて、1863年3月と書き添えられていることから、 この少子に霊感を与えたのが眠れるヘルマプロディートスであることには疑う余地はない。当時のビクトリア朝の評論家は以下の一説を含むこの詩を攻撃したザゴッツ・オブ・ザ・グリーックス 1951P172 ウィカソースメタモーフォシスブック4ありがとうございます。